うちともオカリンです。本日もキノピをやってまいりましょう。前回の10番の続き、大会長の巣はどこだということでね、この録画は昨日の生放送の直後に撮っておりますので、もしかしたら声が枯れてるかもしれへんけど、お許しください。あれ、右側ないぞ。これステージ、あ、これステージ、え、なにこれ、なにこれ、なんか違うゲーム始まってんけど、なんかほわっほわっておたけびあげんねんけど、なに、俺は今これ何を見せられてるん。あいつやん、あいつやん、スター持ってってやつやん。そうやん、いや、急がない急がない急がない、でもデートとかへんわ、短すぎるわ言うて、怒ったなんやねん。はい、じゃあ次ね、のびのびパックンの漂流島参りましょう。てほてちゅ、オッケー。いやー、生放送で世話しなかったから、こののんびりしたゲームでのんびりしていこうかな。のほら、引っ込めよいしょい。さあ、裏行って、なるべく今回もみんなが酔わないように頑張っていきたいと思います。水の中入れるんや。でもジャンプはできひんのやろ。ジャンプはできひんとなると奥は行かれへん。ちょ、待て、これで戻る。キノコの左側がちょっと出てんねんな、なんか変やわ。オッケー、うわー、もう出てくんな、出てくんな。オッケー、まずスターがどこにあんの。上か。あれ、もうこれ上登ったらゴールじゃね。ほんで一応あのダイヤモンドを集めて、おお、あ、ちょっと待って、ここにダイヤモンドあるやん。1個目、危ねえ。なんでなん、これ行かれへんねんけど。ん？なんでこれ行かれへんぞ。なんかで爆発させなあかんねんやろ。こいつか、こいつ引っこ抜いて運べるんちゃうか。こいつこうやって引っこ抜いてさ、そう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 、ほんでこうやってこっから、ほら、え、あかんの。お、ちょっと待って、お、ここに穴があるぞ。こうちゃう。オッケー、ナイスー。はい、じゃあもうとりあえずこれでクリアということで、次行きましょう。お、2枚出てきたぞ。常夏アクアリウム。よっしゃ、行くぞ。わお、わ、すごいステージ。これ落ちてこうへん。落ちてこうへんか。じゃあまず土管でちょっと左に行って、なんか間欠線みたいな、これ引っ張れるやつがあるな。でも、上から落ちてこないと引っ張れへんから、これ、ちょっと待って、これさ、踏み潰してくれんの？あ、踏み潰してくれるな。で、ちょっと踏み潰してもらおうか。オッケー、とりあえず向こうは行けるようになったから、多分、こっちの間欠線を引っ張れば、ダイヤモンドが出てくると思う。いや、違う、これ、上に上がんのか。なるほどな。上に上がるんか。うん、一応こいつ上げてみるか。ん？これいる？あ、土管が出てくんのか。なるほどね。あ、スターあるやん。マジか。あ、じゃあとりあえずこれでゴールです。思わぬゴールでした。はい、次。ジャングルの株大砲。じゃあ、行くぞー。うわー、ややこしそうなステージやの。近くにあるってのがまたいやらしい。こっちは行け。え、ちょっと待って、この土管落ちたらさ、地面落ちんじゃん。え、行ってみたい。ここ行ってみようぜ。え、ほんまに落ちるんこれ。何、え、これどういう、下、うわ、下やねんけど。何したらいいんこれ。これ。ん？株か。株で、こうか。じゃあ引っこ抜いたらええんか。オッケーオッケーオッケー。お？なんか出てった。やったー。これで1個目か。これか。まずこれを引っ張るか。よいしょ。え、すごいモードやな。マジか。あれ取ろうぜ。よいしょ。え、あ、これ。株なん。じゃあ全部倒しとこうぜ。こんなやつ。邪魔やん、こいつら。今のやつ倒してよかったか。あ、壊せるんや。オッケー。じゃあとりあえずこれで、クリアかな。はい、クリア。よいしょ。ん？あ、まだなんか来たぞ。別に何も達成してへんねんけど、出てきたな。別にコインはいらんから、今回はスルーします。お、なんか、間にしおりが挟んである。これはマップではないんか。で、次、荒野のニョキニョキ小屋。よいしょ。おー、この雰囲気俺好きよ。西部劇みたいな。
うい、来いよ来いよ。ほら、雨来られへん。ええー、邪魔。あ、不幸中の幸い。ほんでこっちに階段があって、こいつのケツ蹴り上げたいな。ほらほら、あかんか、あかんか。まずまずまず、おお、頭当たってたような気するけど、前か。こっから当てられへんか。ほら、イエーイ。ほんで、お、なんか出てきたぞ、こっち側か。おお、落ちた、した。ん、これ引っ張ったらどうなる。そいつごと上がんのか。あれ、戻られへんねんけど、どうやって戻んのこれ。あ、ここか。あー、ここか、ここか。え、なんかいる、なんかいるぞ。どうやって行くんやこれ。もう一回下ろさなあかんやん、右側のやつを。あ、ん、下のこれは関係ないか。これを引っ張ると階段が出て、これも引っ張れる。ん、どっか行けるようになったか。とりあえず、あ、待てよ待てよ、コイン、あ、これいけるやん。ここ入れんちゃう？オッケーオッケー。入った。ダイヤモンドか。ダイヤモンド手に入れて、まあ、とりあえずじゃあこっち行くか。素直に。これを引っ張ると、お、全部上がったな。これで左からゴール行ける。行くか。もうゴール行くか。あぶね。よっしゃい、ゴールでーす。オッケー、次15、失踪ラッカーロード。これあれ、絶対おもろいやつや。これ絶対一気に駆け抜けろってやつやん。行くぞ。オッケー。どけろ、邪魔や。赤、落ちる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 。危ない。あれ、ダッシュボードないの？あのね、オデッセイコースのさ、火山のとこみたいに。オッケー、ダッシュボード来た、ダッシュボード。これマジで好き。あかんて、お前、どけろ。どうしたらいいねん、こんなん。絶対止められるやん。これ取って、オッケー。これがなかったら進めへんからね。右行くぞ、右行くぞ、右行くぞ。うん、ギリギリ。ほんで、うわ、あそこやばいな。これ絶対株いるやん。あれ、株じゃないのこれ。ほら、オッケー。キノコとりあえず取って、ゴリ押しもできます。一個持っていきます。オッケー。あ、いらんかった。え、危な、あ、びっくりした。ここ落下か。オッケー。で、潰す。あれ、マジか。よいしょ。ダメー、もう。オッケー、とりあえず戻ってきた。どうしよう、一気に突っ切るか。このタイミング、このタイミング。オッケー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 。わかり、うまいです、わかり、うまいです。細い細い。オッケー、ここは何、安全ゾーン。ほら、オッケーです。よっしゃ、次、不思議なドアのお化け屋敷。これ最初の方にお化け屋敷あったよな。お、クリボーいるぞ。なんやあれ、これこそお前マリオデッセイの再現コースちゃうんか。待てよ待てよ。おーおーおー、どけろどけろ。開けろ開けろ開けろ。オッケー。え、かわいそうやねんけど。よいしょ。じゃあ、え、これか。あ、なるほどな。あー、そういうことか。右側には行かへんのな。で、これで入ったら、ん、落ちひんのか。あ、ほんでこれで向こうやるやろ。よし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 。あー、マジか。これを引っ張り出しても、あー、なるほど、扉が出てくんのか。どれや、どれが対応してんねや。これか。ここはこんだけやろ。奥か。ちょっとこれ、ちょっとこうやってみる。ん、なんか関係ない、これは。あ、オッケー。はい、オッケーです。左のやつはあれ、どうやってと、うん、行かれへんねんけど。これ出て左行くんやろ。こないして、あ、これでこうか。これで戻ったらこっち戻ってくれると。なるほどね。これどうしたらいい、こいつか。オッケー。ほんで、光当てたら倒せる。ここ。倒せるんちゃう、これで。オッケー。オッケー。よし。オッケー。これでいいけど、スターは？おー。これで奥にやんのか。ほんならどこ行くね？オッケー。細い道を通って、これ動かさんでいいんかな？え？おぉ！え、別に良くない？スルーでいいですよね。オッケー。オッケー。もうあと3ページで終わっちゃうけど、ん？ 30 個！危なー。めっちゃギリギリやねんけど。え、これがボス？じゃあ、めっちゃ楽しそう。行きましょう。吹雪のスターエクスプレス。
うん、なんかちょっと違うぞ。でもボスではなさそう。でも箱庭じゃなくてかなり長いステージになってるな。あ、俺も混ざる混ざる。よいしょよいしょ。俺も味方とか言うて。これ何これ。オッケー、株持っていくか。いいや、メタルギアっぽいの。正面突破ドーン。オッケー。え、これどうしたらいいの。おお、そっち。おお、おお、危ない。まさかそっち来るとは思えなかった。かなり賢いな。ほんで一応株を持っていきたいがないと。これダイヤモンド絶対どっか見逃してるな俺。まあいいか。オッケー、先頭まで来た。あ、こっから右側行けんのか。じゃあここにあるんちゃう、ここら辺。ん？おお、キノコ。キノコはいらんわ。これワンナップ、ワンナップはいいや。まあ一応もらっとくか。ほんで右行くと、お、ね、え、ね、これこっちか。船内か。後ろ行って、あ、ここちょっとどける。よし、これでちょっと休憩。こいつ突き落とされへん。あかんか、突き落とされへんか。マジか、落とせる思てんけどな。んで、うわ、なんかすごいね、パズルやな。じゃあこれ、ん、こう、ん、見づらい、めっちゃ見づらい。これか。ほんでこれ奥やる。あ、これ戻すんか。戻してこうやな。これどうやって壊すんやろ。株か、あの株を持ってこなあかんのか。オッケー、じゃあよいしょ。じゃあこれ上登って株をいただこうか。あ、あ、キノコ。あ、マジで。え、これどうやって壊すんやろ。え、壊せんの。え、うせやん。ブロックってこれで壊せたん。めっちゃ楽やん。ほんならキラー大砲とか使わんでええんじゃん。よし、おお、すごいな。よし、これでゲットです。お、なになになに、なんか始まったぞ、なんか始まった。ん、ついにラスボスと。あれ、もうこれでこのゲームってクリアになるの。あと3ステージで。よいしょ、次キノピコ救出作戦。これがボスやな。これで最後のページやからね。行くか。大会長ウィンゴ。おー、ヘルプミー。ニックレス、お前もう掴んでもうてるやん。そのまま引きちぎって、お前帰ってこいよ。のう、あかんか。おー、すごいな。おい、始まったぞ。これどうするん、なんかするん。これ進んでいったらいいんか。で、このゲームをやってた限りでは、攻撃は視野でいいっぽい。おお、まあ、こういうので登っていって、なんかね、上まで行ったら勝手に倒されるみたいな。これ上げていったらいいんか。オッケー、多分上げていったらなんかできんねやろ。全部上げるか。オッケー、1個、よいしょ、1個。階段か。どっから行くべきや。これか、これなんや、株か。いった、特に株とかはないな。あ、あるやん。あー、やってもうた。これ、行かせてみていい？行かせてみよう。よいしょ。お、当たるけど、ダメージを受けている様子はないな。そう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 、そっから、押してもうて、オッケーオッケー。ほんで、当たる、当たるんちゃう？あかんか、当たらんか。あー、ちょっと待って、待てよ。ほら、あかんか。あー、落ちてもうた。やってもうた。よっしゃ。じゃあこれ引っ張ってみるか。これ引っ張ったらどうなんの。そこが上がんのか。おーおーおお。じゃあこれ取られへんなってんけど。ええんか。まあええんやろ。よし、これで次こっち側で押してもらって。あれ、またそっち行くの。こいつ無害やん。ただの涼しい風送り出す鳥やん。めっちゃええやつやん、逆に今の季節やったら。あれ、もう頂上来たぞ。え、どうな、別に横から風吹いても僕手すりありますよ。上登っていいですか。ドーン。うわ、すげえ、金塊や。え、でも何もないで。え、どうする。これ金貨投げたらいい。金貨、え、どう、ん、耐えたらええんか。おお、株か。お、これ引っこ抜いたんじゃ。大きな株、大きな株。よいしょ。お、でっかいの来た、でっかいの。どこに出てくるの、そこに出てくるのか。ほら、オッケー、1回目めっちゃ簡単。オッケー。もう、お前に攻撃の隙を与えへん。え、うせやん。
で、ここやろ。おい、株なくなった、補充してくれ。ん、なんか違うモード始まったぞ。ワンナップくれた。めっちゃええやつやん。お前めっちゃええやつやん。おっしゃ、もうこれで3回いちゃうか。さすがにオッケー。おお、めっちゃ楽ちん。あ、おいしい。わお、めっちゃ綺麗。え、これで全クリな。もうお前助けたで。もうやることないと思うねんけど俺。よいしょ。贅沢な悩みやな、近海に埋まるなんて。はい、ゲットです。お、二人になったぞ。もしかしてこっから二人になるのか、冒険が。ということで本日はここまで。ん、ちょっと待て、終わりちゃうんかほんまに。いや、これ絶対、ここ絶対プレイすんで、ほんまに。え、終わってんけど。うぜやん。あれ、終わり。え、ん、カタンってなったで。ということは、はい、18が終わり、セーブしています。2冊目の本がやんな、ですよねー。お、ちょっと待って、エピソード2選んだらもう始まってもうたわ。え、一緒やねんけど、何が違うんこれ。ちょっとここだけやってみるわ。のお前また4本足でよう器用につまんだな言うて、どんだけ器用やねんクッパさん言うたら、クッパちゃうやんって話したわ、覚えてるわ。え、ただのハードモードってことこれは。さらわれる方が逆なんか。キノピオ隊長2始まりました。別に始まらなくてもいいんですけど。違いますねこれは。違うストーリーが始まりました。ということで、この動画の再生数が1万を超えれば続きを撮りたいと思います。いかなければキリが良かったということで、ここでおしまい。それではまた次回があればお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。